はですね、もちろんゲストはダンサーさんなんですけども、実は YouTube をやってらっしゃるダンサーさんがね、まあ、何人かいらっしゃるんですけども、その中で私がちょっと参考にさせていただいた YouTube もやってるダンサーさんですねをお呼びいたしましたので、スーパー素敵なお姉さんなんですけれども、その方をゲストに今日は楽しくトークしていきたいと思います。それでは本日のゲストはこの方ちょっと軽すぎたよダンサー肩書きなんすか肩書きはダンサーネイリストアパレルもうちょっとやったり、でも YouTuber って呼んでいいのかなYouTube やってる人はみんな YouTuber やもんな。めちゃくちゃやるじゃないですかマイコロチンことマイコさんでーす。よろしくお願いします。今日はいろいろマイコさんに聞いていきたいんですけども、はい、マイコさん、私ね、でもイメージね、結構舞台に出られてるミュージカルダンサーさんみたいな。最近はね、結構舞台が多くなりました。そうですよね、舞台ことにでもそんな中でも YouTube 去年の2020年、4月ぐらいに準備始めて5月に投稿したって感じ。そうですよね、ちょうど1年前ぐらいか。そうだから始められて、私たちがやったらおうち時間とかね、そうステイホームっていうのが始まった時にちょうど始められてたイメージで、その時から私も YouTube めちゃくちゃ見出した時なんですよ。わかる、家にもずっといるから。そう、それで舞妓さんのチャンネルも実はめっちゃ見出したんです。私もありがとうございます。そう、もちろん最初はね、踊ってみたとか、そのダンスをレクチャーしてくれる動画がやっぱりダンサーさんからあったんですけど、中でも再生回数回ってるのって実は、そう、なんかね、最初もともとダンスをメインの YouTube にしようと思って始めたんやけど、美容とかも好きやから間でちょいちょい挟むようにしたらそっちが初め伸びちゃって。そうですよね、一回なんかスキンケア系の、毛穴のなんか綺麗にするやつ。そうなんです。あれも何十万回いってます。70万回再生よかったら概要欄貼ってますので飛んでください。その貼り方って勝手に言うやつ。あれってポンってこう出せるんですか。ポンも出せるよし、あれタッチしたらそのままいけるみたいな。あのカードってやつね、ここにピンって出せるやつね、使ってるんですけど。出せるって多分今習って出てると思います教えます。そういうのね、それもされてたので、ちょっと先輩 YouTuber としてもちょっといろいろねすごすぎないですか。だってそんな回数回ってる方、なかなかダンサーで聞かないので、ちょっと参考にさせてもらいつつ、お話もたくさん聞いていきたいと思います。お願いします。最初は私が参考にさせてもらった、まずはこのスマホでいつも私撮影と編集をしてるんですけど、すごいな、この編集方法参考にしたのも真由子さんのいいショット、ハウツー動画。いや、ありがたい、ほんまにあれなんです。それも貼っときます最初見た時に、スマホでこんな綺麗な編集やってはるんやと思って、それを参考に、息子がね YouTube 好きなんですけど、息子のために一回こう作ってあげたんですよ、映像を作って、なんかまあ寝る寝る寝る作ってみた、じゃじゃんみたいな、あー YouTuber っぽいの、 YouTuber ごっこみたいなのを作ってあげて、まあそれはどこに投稿するわけでもないんですけど、まあ、身内で家族に喜ばれるよねYouTuber っぽい編集してあげるって喜ばれる楽しんでもらう、うわすごいね、よかったねっていうぐらいの身内で楽しんだものだったんですけど、意外とぽくなったんですよ、いいショットだけで。よかった、すごいっすね、あれ。あれすごいよね、本当に舞妓さんの見たまんま嬉しい。作ったら息子もすごい喜んで、あ、できちゃったと思って、でそっから、あ、できるかもしれないっていう自信がちょっとついて、ちょっとこう練習しだしたというか、実はそう、よかった。私も最初あの方法で YouTube 始めて、最初の何個かはスマホ編集でやってました、そうなんだ、すごいっすね、これ多分みんな、スマホでできんねやって今びっくりしてる人も、すごいやろ、こんなペロペロかこんな酔ったりとかこんなんとかこんなんとか、すげえ頑張ってな、編集わかりましたできるんですね。ね、すごいよね。自己紹介動画ではね、自分のあのカジサックがきっかけですってカジサックさんの名前出したんですけど、実はその編集のきっかけは舞妓さんのその動画だったりするんですよね。どうも。YouTube をね、始めた舞妓さん
のそのきっかけは何だったんですか？うん、それこそおうち時間もう自粛でどこにも出られへんかったから、うん、私も YouTube 見るようになったりして、まあ、ダンサーこのお仕事でさもう割と自分から取りに行くっていうかちょっと待ってる部分も多くない？受け身だね。ちょっと受け身な部分もあるなと思って、うん、自分から発信していかなあかんねんなと思って。エンタメ業界、音楽業界はでも本当にもうスパンってなくなった雰囲気でしたもんね。なんか出演してた舞台も2ヶ月やるはずやったんやけど1ヶ月いかないぐらいで途中でストップしちゃって、でパンってやることなくなって、なんかやろうかな思って、いち早くもう始めました。いや、まあ、動画作るのとか好きやったし、はいはいはい、スマホでね、もともとなんかトコトコって作れてたんですね、うんうん、そうそう、なんか遊びでやってたのをちゃんとやってみようかなと思って。すごいな、だってもの器用ですし、なんかネイルとかもね、なんかもう可愛いのやりそうなんです。なんか全部ちょいちょいなんです。またこんなこと始めた新しいのと思いながらこう見るの好きやから見させてもらって、そういうことか。やっぱり去年のねあれが大きなきっかけだったんですね。そうやね。じゃあですね、今回これに聞きたいのが、はい、ちょっとダンサートークのチャンネル、うんうん、こちらをねこう舞妓さんに見てもらったと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとこういう風にした方が あなたいいんじゃないっていうちょっとコンサルを、コンサルね、先輩としてちょっとお伺いしたいんですけど、めっちゃあるで、めっちゃめっちゃあるで、めっちゃあるってダメだし、ダメだしそうなんだ。普通に普通に言うね。じゃあ緊張する。いやでも言う、先輩ぶってるけど私も別にまだまだやけど、私の感覚でやけどな、はい、今回さオファーいただいてこう出てくれませんかって言われて、まあ、今までもインスタとかのなんか予告編みたいなのチラッと見たことあってんけど、はいはい、ちゃんと見ようと思って自分がね出してもらうから、でまず飛んだんやけど、なんかまずサムネがようわからんくて、へなんか誰の回なんかもわからへんくて、なんかあれかな、多分サムネか、伝えたいことが多すぎて詰め込みすぎてんのかも。シンプルにしたらもっと見やすいし見つけやすいんかなって。はい、じゃあ、ゲストの方の名前は確実に入れつつ、伝えたいことをもう絞るってことですか？サムネの中に情報が多くて、タイトルにも情報が多くて、結局誰の回なんかもあんま分からなかったから、サムネはサムネで写真撮った方がいいかな。え、ちょっと見ていい？じゃあさやかちゃんのページ見て、さやかちゃんも見てください。え、でもめっちゃもっと良くなりそうって思った。新米 YouTuber なので、これさトークメインでずっとやっていくってことやな。トークメイン、そう、なんかこういうスタイルでやっていくってことやもんね。基本的にはなんかこのダンス動画はもう今もう溢れまかえってると思うんですよ、うんうんうん、だからもうダンス動画、今更私のダンス動画もいいかなっていうところが、うん、見たいけどな。ダンサートークの人みたいになってますけど、めっちゃかっこいいっすからね。でもなんかほんまにかっこいい。初めて見た時もおったまげやったで、ほんまに。そうだから トーク番組みたいな、うんうん、まあ、昔で言うたらね少年チャンプルとか、うんうんうん、なんかあったじゃないですか、ダンサーの、まあ、関西あんま映らんかったよな。あ、そうや、そうでしたっけ。やっぱダンサーさん同士が喋ってる、うんうん、コンテンツとか YouTube があんまりなくて、うん、私の中でそのしかも ママダンサーっていうところの情報が本当に得られなくて、それをやってくださってる方いないかなってずっと待ってたんです。その舞妓さんも YouTube 始めました。でなんかその同時にそういうことをやってくれるママダンサー現れへんかなってずっと待ってたんです。本当は見る側が良かったんです。うち出るのめっちゃ緊張すると思って、よう喋ってはりますけど。で誰かや始めてくれへんかなと思ってなかなか始まれへんから、うん、いやもう自分のそのおしゃべりしたい人で聞きたい質問もできる、そうそう、自分でやったらええんか思って、なるほど、それでなんかもう緊張してるけどやってるんです、だからそうなんかトークダンサーのおしゃべりが見たいっていうのがあって一応トークにしてるんですけど、うん、うん、いいと思います。なんか言われるんちゃうまだ。いや、それは、ね、もう全然いいと思う。でもせっかくいいものを作ってんやったら見てもらえた方がいいや。その足がかりになるものがちょっと分かりにくいんかなって思っちゃった。だからさ、例えばさ、はい、同じ日と同じ人っていうことにもあんま気づかんかったの。なるほど。で、内容が違うよってことが分かればいいんかなと思ったの。ここの一発目にもうゲストの名前バンって持ってくるとか。おお。なんかやっぱ このさ2行ぐら
いまでしか見えへんから、はい、ママトークに関しては前編後編で、またそのダンサールーツ編も前編後編っていう、大体なんかそういう流れにはなってきそうなので、まあママじゃないダンサーさんももちろん出られるので、今後ダンサールーツ編、まあ今回ちょっと特別に YouTuber 編になってますけど、あのそのダンサールーツ編前編後編みたいな感じでなっていくのかなと思うんですけど、そっか、中見るとこっちがアイコンも全然いいから、こことここに問題を置いてってなると、スマホやと難しくなってくるから、ごめんなさい、声優さん YouTube でごめんなさい。